皆さんこんにちは、野球ちまのもこです。はい、めいちゃんでーす。はい、長谷川れなでーす。よろしく。前回ですね、コラボさせていただいた長谷川れなさんですけども、はい、前回はね、投球と、バッティングと、守備を丸裸にしましたけど、はい、今回ね、喧嘩売ってくるっていう言い方あるんですけど、長谷川さんがテンション上がりすぎて、めいちゃんと対決したいって言い始めましたんで、今回は2打席ガチ対決をやりたいと思いまーす。ちなみに、ルールは簡単で、めいちゃんがバッターかな。バッター。で、長谷川さんピッチャー。はい、で、僕はキャッチャー。2打席対決。で、1本でもヒット性の当たりをめいちゃんが打ったら、めいちゃんの勝ち。私も1本でいい。あ、もうもちろんもちろん。私、4年のブランクがあるので、ハンデをいただけたらなと。勝たないなぁ。いけるよ。急にちょっとやっぱその場に来ると、ちょっとビビっちゃいましたか。大丈夫ですか。ちょっとお願いしたいな。大丈夫、大丈夫。わかりました、わかりました。じゃあどうしようか、めいちゃん。長打にしようか。そうだね。じゃあ、ヒット性の当たりじゃなく、長打の当たり。二塁打以上だとめいちゃんの勝ちにしましょう。ありがとうございます。で、もし、めいちゃんが打って、長谷川さんが負けた場合は、長谷川さんから僕のチャンネルに、私物をプレゼントしてもらいます。視聴者さんのそれもね、楽しみなんで、命中はね、ガチで打ってほしいですし、ただ、僕のキャッチャー心としては、まあ、長谷川さんにも抑えてほしいんで、まあ、なんか複雑な気持ちなんですけど、じゃあ、ちょっと長谷川さん、意気込みをお願いします。はい、もう、打ち取ります。テンション上がってきた、ちょっと。それでは、動画をご覧ください。よろしく向こうず。長谷川さん、はい、変化球って持ってます？持ってないと思わせます。なるほど、まあ、変化球よりもストレートのような、ただまあそういう感じでナチュラル、そうそうそう、自由に投げていいんで、はい、あとはもう僕に向かって投げてください、はい、OK、頑張ろう、よし、ありがとうございました。自信ありますか？自信はありません。え、打てません、バッティング苦手です。私もとりあえず全部とは言わず1本打ちます。長打ですよね。長打なんですよね。じゃあ1打席はちょっととりあえず様子見ましょう。で、2打席目で本気でいきましょう。はい、思います。じゃあ、ギャル打ち取りますか。はい、じゃあちょっとしっかり出てきて、インコースつくぐらいに、はい、ガッツ本気でいきましょう。お願いします。楽しみっすわ、マジで。はい、行きましょうか。じゃあ、ギャルでお願いします。よし、最高。ビタビタす外角。よっしゃー。来ました。いいコースでした今。でかい。よし。やれてんじゃん。すげえ、三振取られちゃった。めっちゃいいコース。超ギリギリ。今のは打てない。私ね、よくあそこ見逃すんだよね。メイチュの攻略も知ってる。知ってる絶対。はい、よしよ。実は、よし、やばい、追い込まれたよ。オッケー。気合入れないと。よし、次の次でどう。じゃあラスト行きましょうか。はい。ちょっとメイチュが、メイチュの表情が厳しくなってきた。いい当たりよ。確かに今のいい当たりやな。
ギャルが声優さんにお願いするっていうなんとも新しい構図ですけど、どうする長谷川さん、ちょっと、ギャルがお願いしてきてるけど、どうしようかな。お願いします。あ、じゃあ、お野球セリフを言ってくださったら、なに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 、かわいらしいお声で、お野球。じゃあ、長谷川さん、ちょっと一回やってもらっていいですか。どんな感じですか。もちろんです、はい、まあ、ねえねえ、レナのために甲子園連れてって、レナのために甲子園連れてって。すげえ。これをやったらもう受けると。受けます。なるほど。セリフ今何です。甲子園に連れてってって言いました。だってこれやばい。いけ。どうしないと勝負受けずにもうこのまま負けちゃうぞ。長谷川さんのイメージ。じゃあ今フワフワのあの、あれついてるからね今。ねえねえ、メイチュウォン甲子園に連れてって。メイチュウォン甲子園に連れてって。よし、出たんだよ。ちょっと今本当に温まってるんで、バチバチ来てますからね。本当にめちゃくちゃ気持ちいい球来てます。だからこの調子でいきましょうか。いい、頑張ります。頑張りましょう。お願いします。二人の萌え声を聞いたからね。今度の最後の勝負。もしよければ、僕らのチャンネルにプレゼントいただけないかと。もちろんです。もちろんです。高が、高かった。
申し訳ない。あれね、もうふっていうのがもう感じたよね。そう、いやなんかね、ビビって逆に逃げるのがいいだただまあ長谷川さんも本当に4年のブランクとやっぱバッターと対戦することってなかなかないんで、やっぱね難しいんですよね本当に。結構何球も投げてるから。そうそうそう、だからもう本当に今後ちょっとトレーニング積んでもらって、ぜひ次回じゃあ向こうずの試合に来てもらいましょう。ぜひ呼んでください。ね、それでセカンドを守ってもらって、で、めいちゃんショート。やばい、ゆうちゃんやりたいです。ぜひお願いします。今回は敵でしたけど、もう同じ味方になるっていう。嬉しい。そういう感じであのやっていけたらと思いますんで。はい。あの本当どうでした？戦ってみて。まずデッドボールは本当に申し訳ない。女性にそんなことしたら大丈夫です。次は試合でね、はい、ちょっと呼んでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、長谷川さんの、はい、ヒュースタっていうチャンネルがありまして、はい、こちらの方でも解決の様子がね、そうですね、載っていますので、よかったらチェックしていただけたらなと思います。はい、思います。というわけで、本日のご来場となります、2人の、ね、SNS とあのその YouTube チャンネル貼ってますんで、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。すいません、本当にすいませんでした。すいません、本当に申し訳なかったです。ごめんなさい。無効図。じゃあ僕のチャンネルには長谷川さんのサインボールを2球いただきたいと思いますんで、はい、書きます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと俺が欲しいんだけど、本当は私も欲しい。バイゼレアだね、これ確かに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。見ててください。はい、書きました。ありがとうございます。イエーイ。私サインらしいサインなんて書いたことない。よし、じゃあこちらの、はい、ありがとうございます。お願いします。応募方法はですね、概要欄にあの書いておきますんで、ぜひそちらからチェックしていただければと思います。はい、いや本当長谷川さん、ありがとうございます。ありがとうございました。俺が欲しいぐらいだよ、本当。これ私もらっていい？ダメダメダメ。視聴者さんにプレゼントしようか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。